ここは、あ、なんかあんのかな眉。なんもないよね。四大天使はもういない。え、床に黄色いスカーフが落ちている。ヨナタン。ヨナタンのスカーフ、ここに、落ちてたのか、そこ俺、あんま気づかなかったけど、ワルターのスカーフ巻いてんだよね、ルシファーの第二形態の腕の中にいるやつがね。まあ、リッチガヤ。あ、この辺にいた人いなくなってんな。あとあれだね。必殺の霊的国王兵器たちを集めなきゃいけないな。ロールートで集められなかったから、ここで集めちゃいましょう。強力な結果に阻まれた。悪魔がこしらえた虚構の空間か。うん。なんか、天使も悪魔も同じような結果で作るんですね。このマサカドに任せて。また食べちゃうんだ。腹ペコだな。うん、いや平らげちゃった。まさかの結界を平らげてしまった。結界は消えた。この先の悪意を全て平らげて。おお、平らげちゃうんだ。そうか、まあ、悪意の大玉を結局俺がゲットしたらまさかのがまたパクって食べちゃうわけだもんね。じゃあ悪意全部ゲットして平らげちゃいますか。これいけんのかな、必殺の霊的国王壁。いや、いけないわそれ。こっからじゃなきゃ、あ、じゃあいけないんだ。こっから下に降りなきゃいけないよな。ここすり抜けらんねえか。あ、じゃあ道真とかって、そっか。じゃ前半カオスルートで進めといて、ワルターについていって、っていうことだな。で、後半ニュートラルートに入れば、いけたのか。ま、いっか。しゃあなし、しゃあなし。さっさと終わらしまうか、ルシファーパレス。いずれの道をも選べなかった迷える子羊。真ん中選んだんだよ、こっちは。我が善意から忠告してやろう。善意ですか。我ら悪魔にも神にもなびかず、卑怯な人間が生きてゆけると思うか。まあでも頑張っていくしかないよね。さあ、今ならまだ間に合うぞ。まだ間に合います。我らと共に混沌の世界を歩もう。まあ、天使たちも倒しちゃったからな、混沌の世界にはまだ間に合うかな。お、希望のお玉が激しく輝いた。つけ入る隙はなし。おお、俺たちは希望が溢れてんだと。希望のお玉ってあれ、マサカドがパクって食べちゃったよね。つまりマサカドがピカッて光ったのかな。ならば人間の希望もろとも、この魔王ベリアル貴様を握りつぶしてや。俺の希望の大玉握りつぶすっていうのかよ。やめてくれ、俺の大玉を握りつぶすの。さっ、撃じゃい。終わったか。まあ、最初のセリフ以外はロールートの時と同じでしたね。来ましたか。来ましたよ。あなたは混沌の世界を受け入れるそうです。いや、違う。その心がけには敬意を表しました。いや、言ってない。受け入れない。しかし神の秩序も残すとなると、それはいただけない。なるほど、両方残すっていうことね。なるほどね、びっくりしたわ。勝手になんか丸め込まれるかと思った、今口車に乗せられて。残念ながら希望に惑わされたあなたの魂は一銭の価値もありはしないのです。一銭すらないんすか。わあ、本当お金感情ばっかりしやって、本当に。え、あ、反射で死んだのか今。申し訳ございません。何が起きたのかと思った、反射で死んでた。どうか。悪いな、何せお前のために完璧な作戦と最強の仲間を用意したからな。あれ、ランダとバロンとか出してきたっけ。お前の命もらったぜ。まさか芝に合体するとかいうわけじゃないだろうな。勘が鋭い男。あれ、こんな組み合わせでしたっけ。あれ、覚えてない、ロールートの時。とりあえずアンティトン終わりやないかい。これで勝ったと思うなよ。今のはただの小手調べだ。本当か。バロンとランダ、ほうほうほう、この組み合わせから出てくる答えは一つ。やっぱり芝。いくぜ。マジかよ、ターミナルの主が守り神がどっかに走り去っていった。芝召喚できるのお前、なかなか戻ってこない。え、勘が鋭い男は悠々と歩きながら戻ってきた。あの場で合体するんじゃないのか。とんでもない悪魔が一緒にいる。出た。うおー、本当に出した。シマといえば最強、
最強といえば芝芝といえば最強、わかるけど、これぞ正真正銘、俺が出せる最強の仲間。お前すげえな、結構レベル高かったんだな。お前、お前との腐れ縁も散々だった。これにて決着だね。いやー、ちょっと寂しくなっちまうよ、ターミナルの守り主がな。これでラストか。いや、まさにラストにふさわしい、アンテクト打ってくる。ラストにふさわしい技使ってくんじゃん。あぶねー、今アンティクト2連発だったら終わってたな。あぶな、やってくれますねこれ。ちょっとどうしよう、こっちもまあアンティクトン打ちたいところですね。こっちもアンティクトン打ち返していって、回してメシアライザル回復しの、まあ連続アンティクトン打っておくのが安心でしょうね。これランダムアイズも兼ねてるんでね、全能力ダウン。どうするアンティクトンか、通常攻撃、ナイスマンスマット物理無効ですよ。じゃあそろそろ溜めていくか、コンセントレート。号令でニヤリにしてからのニヤリアンティクトンジェイ、これは耐えらんねえだろ。4300、さすがにな、芝といえども、芝が最強なのは否定しないけどな、今作の芝はねそんな大したことないんだな。 MP が少ない。アホか、え、なんかすいません、芝を合体するのに俺がどれだけ苦労したと思ってんだ。わかるよ、勘が鋭い男、わかる、俺も芝作ったから。仕方ねえ、このターミナルはくれてやる。いやー、でもお前成長したな、マジか。これでターミナルは全部お前に取られちまった。いや、長かった。ロールート、カオスルート、ニュートラルルート、全て走破してね、ようやくですよ。俺の負けだ、サムライってのはすごいな。おお、なんかこいつにしては潔がいい感じですね。あ、これで終わりか。とうとう制覇してしまいました、ターミナルを。おお、これで全制覇か。そうか、全制覇すると芝出してくるんだね。あ、お前、お前には参ったぜ。なんだいい声。お前のせいで万人廃業じゃねえか。ターミナルの万人さん、いやお疲れした。でもなんだよそのいい声は。ある時は裏若き女の子、うん、またある時は町を見守る警備員。そうだったね。昔に見たアニメの再放送の影響なんだ。え、この家業をやるための変身って言い訳。アニメの影響、じゃあ本当にコスプレだったんだ。すげえな、ターミナルの番人。でもそれも今日で終わりだ。俺、家族のとこに戻るよ。家族いたんだ。え、妻と子がいるのかな。いやでも七色の声すごかったよ、本当に変身したみたいだったわ。なんか最後の方イケボ多かったしな。お前に会うこともねえだろうが、お互い生き延びようや。じゃあな。なんかでもなんかやり遂げた感じがあるな。いや俺お前の生きがいを奪っちまったのかもしんないけど、なんか俺をなんか任してくれてありがとうみたいな、すがすがしい感じになってるじゃん。ターミナルの番人は去っていった。サーチモード実行。なんかちょっと寂しいな。いよいよメガテン4が終わる、そんな感じかね。この空間もここはあるし、他のそんな予感がしてきました。そしてこの謎のクエストも、すべてのターミナル解放なさい。謎のクエストも達成というわけですね。いや達成したけど、ウーゴからの一言とかはないのか。まあ、一度ウーゴに報告してみようかな。あのターミナル全部集まったんですけど、変わってないか、話は変わってないな。さてワルターはどんな出迎え方をしてくれるのか。ワルターも電気消してんのかな。お、そんなことしないか。やっぱりお前も可能性の世界から戻ってたんだな。ワルターは堂々と出てきてくれるかな。おお、出てきた、ワルターじゃん。ヨナタンのことは聞いてるぜ。聞いてんの。そうなんだよ、いなくなっちゃったんだよ。次は悪魔王ルシファーをやるつもりってわけか。でも姿形も元のワルターの姿取れるんだな。やめとけよ。いやそりゃそうだよな、お前だもんな。だってお前も見てきただろ、悪魔は人間の底なしの欲望そのものだ。うん、ルシファーはそんな奴らの王なんだぞ。人間全員の欲望だ、勝てるわけがない。いやどうだろうね、抑えるっていうかね、御することはできるんじゃないかっていうさ。俺は同じカジュアリティーズ出身としてお前が死ぬとこは見たくないんだ。いやそれ言われると辛いな。でもアルタはもう実際死んでるからな。
でもここに来ちまったってことは何を言っても無駄か。ワルターの変身シーン見れるのか。できれば避けたかったんだがな。うん。ああ、お前にこの力を使うのは。マジか、目の前で変身するのかよ。一番トラウマになるじゃん。あ、でもなんかいい感じに変身してくれた。このぐじゅぐじゅぐじゅっていう感じで変身するかと思ったら、いや、おい、ワルターを返してくれ。なんでツルッパイになっちまったんだよ、お前。決め。その量のマナコで仰ぎ見よ。我こそが悪魔王ルシファー。いや、やはり何度見てもキモいけど、でこの姿は見せたくなかったみたいな、ね、力は使いたくなかったみたいな言ってたけど、本当かな。何時が人のこの世に見た希望の光、我が前でも焦ることなく輝くか。もうなんかルシファーは戦いたがってる感じがするよな。やってやろうじゃん。ちょっとね、イザボーがいないのがちょっと残念半分、良かった半分って感じだな。我は人の子に道を示す明星の三千たる輝き。うん、来るなり我との戦いを欲するその欲望を叶えてくれ。そうか、このルシファーを倒そうとする俺自身もまた欲望を抱えていると、そう言いたいわけですね。やっぱかっけえな、ルシファー戦の BGM めちゃくそかっこいい。あまたの悪魔を退く、うん、この悪魔王に挑みし何時にと、この苛烈にして恐るべき戦い。あ、これはあれかな。何時は誰のためになすというのか。一周目と同じ質問かな。東京の人々、かつての友、自分自身。前はやはり自分自身と答えている気がする。違う選択肢に行ってみようかな。かつての友っていうのはちょっとまた違うんだよね。もうワルターはいないからな。とりあえず東京の人々気になるね。まあ確かに東京の人々を守るためでもあるからな。東京の人間の希望の星というわけ。そういうこと。その心意気は見事。もう褒めてくれんだ。まだなんかね、メルカバーさんよりはルシファーの方がちょっと話通じる感じはするんだよね。ちょっと人間寄りになってくれてる感じはする。だが力なき希望は砕かれるが道理。力があればいいんでしょ。我が力に屈することなく、その希望を貫いてみせよ。ほら、なんかね、ちょっと応援してる感じもなくはないんだよな。決意の力がみなぎってくる。おお、回復した。まあ、前回とかじゃないのか。注意回復か。アンティクトン J! 3700。な、あ、もう第二形態か。そう、これね、私ちょっと、一回目気づかなかったんですけど、一回このね、初めて見たとき、この腕の中に何が入っているのかっていうやつ。この腕から出てくる、まあ、人の顔が出てくるんですけど、そこにね、バンダナ持ってんすよね。どうやらワルターっぽいバンダナをな。さっき巻いてましたけどね。そういえば。ヨナタンはね、道端に落としてましたけど、ワルターは実は、ワルターのバンダナこの中に入っているという。まあ、そう考えてみると、この髪型もちょっとワルターっぽいんだよな。髪の毛かどうかちょっとわかんないですけど、この手にくっついてる、ちっちゃい悪魔みたいなやつ。髪型がワルターに似てんだよな。やはりワルターなのか、何なのかわかりませんけど。いや、しかしかっこいい。かっこいい BGM。で、この第2形態やっぱかっこいいね。第1形態ちょっとキモい。目がうつろなのがだいぶ怖いんですけど。キモいんですけどね。こっちはやっぱちょっと輝きもあるしな。かっこいいよな。あ、王たるものストックに戻される。なるほどね。アスティカ駅で状態異常と。ストックに戻されるパターンですか。ここまで渡り合うか。うん。人の子に希望を見せただけのことは。そうでしょう。しかし、我こそまさまさ、明星の三千たる輝き。うん。ならば思い知らせてくれ。それゆえに、我は両が死ぬことを。このルシファー側もな、悪魔側の希望の塊であるわけだからね。威圧的な眼光が突き刺さってくる。
にらみ返す。見据える。静かに目を閉じる。視線をそらすはないな。なんだろう、前何やったんだっけな。見据えるかな。いや、見据えた気がするな。目を閉じよう。余裕の現れ。ああ、そっちになっちゃうのか。浅くして甘くて、ちょっと怖くて目つむっちゃったみたいな。敵前にて目を閉ざす行為は力の世にて何を意味するものか。まあでも1回目とは違うやつ選んだっぽくて、まあいいでしょう。その身をもって思い知るがいい。あ、これはだいぶマイナスっぽいな。いきなり襲いかかってきた。ずるずるいな。冥界派、よっしゃ、諦めましょう。やるな。まあまあ強いですね、メシアライザー。さっさと決めに行った方がいいな。ちょっとあんまり舐めてると痛い目合わされず。やっぱね、結構強いのよね。なんか仲間になった時もそうだけど、メルカバー一切役に立たないんだけどさ、やっぱ多少ルシファーは攻撃してくれたりしてたから役に立ってないわけじゃなかったのよね。そう考えると、まあまあメルカバーと比べればルシファーの方が多少は強いのかな。我らにも神を頼らぬ人の子が、これほどの力を発揮できようとは。そう、まあちょっと悪魔には頼ってますけどね。人間って本当不思議よね。うん、どうした？他人に希望も絶望も与えられる。まるで神様。ああ、まあでも神様っていう概念自体人間の創作物だからね。それは似てるんだよな。神がね、人間に似せて自分を作ったっていうキリスト教の、キリスト教じゃねえ、旧約聖書に書いてありますけど、まあ、人間が自分たちに似せて神を作ったっていうな。あんたとんじゃい。3100。終わりか。まあまあ強かったよ、ルシファー。まさか、人の心と君、わかりそう。砕かれようとは。人の子は欲望を抑えて生きられる。強くはないぞ。そうなんだよね。ただ希望を持たないとな、頑張れるっていうな。また会おうぞ。そっか、ニュートラルルートだとお互いヨナタンの声、ワルターの声っていうのは倒される前に喋るんだね。倒される時はメルカバー、ルシファーとして死んでいくんだ。これで終わりか。あたりの空間が歪んでいく。ここで戻ってくるんだよね、市ヶ谷に。戻ってきた。お、そうか、ヤマトタケルはここでゲットできるのかな。イザホの代わりにバーローズがすげえ広いみたいになってる。サーチモード実行。悪意の大玉でしょ。サーチしてくれるんだね。まあサーチせずとも分かりますけど。悪魔王を倒した後出現したあの妙地キリンな物体は。わ、久しぶりに聞いた妙地キリンな物体。あの最初のさ、あのホープから言われたなんかあのね、クエスト以来じゃない、妙地キリンな物体みたいな。サーチしてみたけど、あれ、私には判別できないわ。バローズちゃん、わかんないふりしちゃって。わかるでしょ、見たら。私には人間の感情はわからない。そうか、だからあれが悪意の大玉よ。もう逆説的、人間の感情がわからないからこそあれは感情の塊であると。クエスト、いい感じに進んでるみたいね。全部の悪玉、悪玉じゃねえ、全部の大玉が集まりましたね。ようやく善意の大玉と悪意の大玉が揃ったね。揃ったね。彼女面してきてない、最近バローズちゃん大丈夫？そしてようやくご対面の時が来るのね。さあ、イザボー様が待ってくれているわ。早く新宿の例の場所に行きましょう。悪意の大玉が飛んできた。よし、お、イザボー、連絡がつかないから心配していた。いつでも連絡してくれたらいいのに。あ、そっか、ルシファーパレス、あれか、電波届かないからな。そういうことか。こちらは準備が整っていてよ、お頭の先導でみんなを東京に向かわせている。さすがホープ有能だね。新宿に着く。あ、早いな、無事抜けれたんだ、奈落。それでは例の場所でね。よし、まあ藤原たちはね、温かく迎えてくれそうな気がするしな。そこは心配しなくていいか。でですね、ここでここに入るとなんと、あ、無限発電のヤマトがある。
かつてヤマトタケルであった岩山が目の前に鎮座している。これタケちゃんゲットできちゃうのかな。焼津の火打ち石が手の中で輝き出した。岩山から声が聞こえてくる。ほう、我は英傑ヤマトタケル、必殺の霊的国防兵器の一柱であるもの。よし、我が力は主のためにある。より城を手にしたのがそなたであれば、よろしく頼むぞ。今後ともよろしく。ね、火打ち石で仲間になるんだね。英傑山田武尊の合体は可能になった。でも、三種の神器はあれだもんな。あの、クエストアイテムでさ、アマテラスを救い出すのに使っちゃってるからな。火打ち石なんだね、山田武尊。まあでも、お、リモコンが落ちているわ。あの、山田武尊の命を救った火打ち石だからね。あの、周り山で焼かれた時に火打ち石で脱出したっていうな。押せちゃうんだな。押そうぜ。あ、ポチッとな。ねえ、聞いて。あ、ごめん、アシネ様。押す前にちょっと確認させて。砂漠が広がる東京と爆炎が上がる東京、どっちに行くんだろうね。なんと、あの砂漠の東京、爆炎の東京に、もう一回行けるんですね。気になるのはどっちかな。まあ、砂漠から先に行っちゃうか。OK、特に意味はないの。横やりてごめんね。さあ、やって。なんと自由に行き来ができるというわけだ。砂漠が広がる東京もいい。リモコンのスイッチを押した。自由に行き来できるようになるってすげえよな。使いこなしてんじゃん、無限発電のヤマト。我が物のように。さあ、アキラたちはどうなってるでしょうね。なんとこの戻ってきたパターンの砂漠と爆炎でも、クエストがあるらしいんで、引き続き。まあなんかね、ダウンロードコンテンツでエンシェントデイとかやってましたけど、あれと別に普通にね、クエストがあるらしい。いや、変わってなさそうだね。理想の東京像をみんなと話し合っているのだが、みんなの意見を取りまとめ着地を定めるには時間がかかりそうだよ。鶴の一声にすがりたくもなるが、あの人から時間を奪いたくはないしね。みんなに希望を抱かせた責任もある。やり遂げるさ。何世紀かかろうとも。まあまだこの時にはエンシェントデイは来ていないということでしょうけど、この後エンシェントデイが来るんですね。あれ、メシアまた来てくれたの。東の帝国だろう。僕たちちゃんと手伝ってるよ。だって僕が口出しすると、ごめんね。僕が口出しするとあの子すぐ2番手に回る悪い癖があるからね。なるほど。まあ、アキラと清原でね、気を使い合っているっていう感じなんだな。まあ、清原がパッとね、これにしようって言ったら、清原さんが言うんだったらってなるんだろうけど、まあでもそこはうまい感じに言ってんのかもな。ただ、アキラと清原がいなくなったら、バランス崩れそうですよね。来た！ヨモツオウミカミの暴走。あ、アメのうずめが依頼者？ちょっとストレンジャーに思い出すな。ドクロの王骨。イザナミを討伐。プルートの力に当てられ、黄泉の国で眠っていたヨモツオオカミが突然暴れ出してしまいました。ああ、なんといたわしい。ヨモツオオカミとは、すなわちイザナミ様に他なりません。どうかプルート城に赴き、イザナミ様の暴走を止めてください。お前頑張れ、しっかりやれ。まあやりましょう。ちょっとみんな大好きベルゼブブをそろそろ作ろうかなと思います。バール、ミノタウロス、バールはね、あのゴズ天皇のイベント以来で、ミノタウロスとグールからベルゼブブができると。絶対レイド、天使長の号令、ランダマイザー、これ一応アンティクトも継承できるんですけど、このようにアンティクトも MP 消費76でちょっと激しすぎるっていうのと、買わされる可能性があるんでね。ランダムだったら買わされないのと、MP が40消費なんで、まあ、約2回打てると。ということで、あえてランダム。アンティクトンね、この、主人公以外が打ったところで大したダメージにならないんで、まあ、アンティクトンでダメージソースはむしろもう絶対0度。これ注意力4回なんですけど、1から4回っていうのがね、1回になっちゃうから、ちょっとあんま好きじゃないんですけど、氷結貫通をなんとか活かしたいという、そういう感じですね。で、氷結ギガプレロマ、氷結貫通、氷結反射、電撃吸収、物理吸収と。いいんじゃないでしょうか。まあ、やっぱ、ハエ様はね、メガテンエネルギー一回は作っておかないとな。羽ばたいてるね。我は魔王ベルゼブ、よろしく頼むぞ。お任せあれ。おお、意外に従順だった。お任せあれ。今回ね、人型ベルゼブはいないんですよね。いきなりハエ型。さて、お、いるね、普通に。部屋の奥に悪魔が佇んでいる。殺したい。ああ、殺したい。火に千の人間を殺したい。憎き打ち潮にいる者たちを、古事記に準拠してますね。この日本のね、人間が死ぬ、あの、寿命ができたのはね、この、イザナミの呪いによって火に千人死んでいくっていう。死ね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 。あの、メガテンがバグった時みたいな。
バグったみたいになってる。悪魔の様子がおかしい。お酒かかってきた。だいぶ様子がおかしいな。悪魔我を忘れている。倒して沈める必要があるようだ。倒しちゃっていいんですね。まあ、倒していいって言ってるから倒しましょう。ちなみに絶対レートの威力ちょっと見とこうかな。まあ、まだねレベル低いんでね、1,2,3,4、あでも1回ミスったな。ミスもありえるんだね。まあ、ちゃんとバフでバフ積んでからやればでもダメージは期待できそうだったな。まあまあですね。アンチション契約。まあまだ続く。太鼓の呪音。専用技持ってんだ。うわー、強えぞ。まさかの専用技持ちでしたか。結構強い技持ってる。あー、やばいな。やばいな。じゃ、誰か目覚めろ。誰でもいい。マスマット。いや、厳しいか。あ、ベルズ、あ、撃った。殺せ。いや、ダメか。いや、状態異常ちょっとやばいな。ちょ、反射で、反射で倒せ、反射で。あ、戻った。よし、メシアライザー、危ねえ。ギリギリ助かった。誰も状態異常向こうのやつ出してなかったから、危ねえ。意外にやるじゃん、イザナミさん。ちょっと早めに沈めちゃおう。さあ、ニアリコンセントレートアンチトン。これは耐えられん、4,400。悪魔おとなしくなった。目に光が灯りつつある。よかった。殺しちゃってないよな、さすがにな。雨のうつめに怒られちゃうよな。ああ。あ、声が良くなった。おお、人間よ。私の恨みを退けてくれたようですね。世もつ国の司祭人たる私を操ろうと、何者かが私に入り込んだようです。え？エロい。おそらく世界中の冥界神をすべ、人間をすべて死滅させるために、そんな奴いんのか？すべての冥界神を操ろうとしてる奴。私の中には、うつしを羨み、すべてのものの死を願う、抑えられない魔がいます。その魔を利用されてしまいました。でもあなたが救ってくれました。人間であるあなたに。今は人間も神々も協力すべき時なのですね。神と人、その両方の灯火を絶やさぬために。俺は癒してください。ありがとう。めちゃくちゃいい人だな。いい神。素直。でもそいつ気になるな。そのすべての冥界神を操ろうとしているやつって。その黒幕って明らかにされるんだろうか。まあさすがにね。あれ 98×4 回。ドンキ。まあ4回と考えればまあまあ強く、まあ弱くはない。敵複数4回ね。まあ合計400ぐらいだからまあ弱くはないな。弱くはないけど、ちょっとアキラの剣が手に馴染むんで。アキラの剣でいきますか。やっぱアキラの生まれ変わりですからね、私は。実に馴染むわけだ、アキラの剣がね。砂漠のやり残しはこれで終わりっぽいな。なんか爆炎の東京の方がいっぱいあるんだよね。爆炎行こう、爆炎。